金城武氏は台湾の台北生まれの俳優。かつては歌手としても活動していた。日本人の父親と台湾人の母親との間に生まれ沖縄県出身の祖父を持つ日本国籍。身長180センチメートル、体重72キログラム。名はモデルの優、独身。誕生日が11日であることから10と1を合わせてと呼ばせるで、 父親が勇敢な武士になるよう望み、両方を合わせると武士となるため、武と名付けた。台北市内の日本人などの外国人の多く住む高級住宅街、安護で育った。中学までは大北日本人学校に通い、高校からは台北アメリカンスクールに通う。高校時代にスカウトされ、CM に出演し芸能界デビュー。卒業後は歌手としてスタートした。 台湾でのアイドル時代は、ジミー・リン、アレックス・ニッキー・ウーと並んで台湾4小天皇王と呼ばれていた。日本語、北京語、関東語、台湾語、英語が堪能で、主に日本、中国、香港、台湾の東アジア地域で映画、ドラマ、CM 出演など幅広く活躍している。高校時代にスカウトされ、清涼飲料水の CM に出演し芸能界デビュー。 映画への初出演は、チン・シウトン監督のワンダーガールズ東宝三元にで、新興宗教の競争役で出番から15分足らずで、生首になるという役だった。香港に仕事で訪れた際、ホテルのロビーで偶然に居合わせた、映画監督のウォンカーウーアイに見染められ、香港映画、恋する惑星に出演。その後も、同監督作品をはじめ香港映画への出演で、 頭角を表し、国際的に活躍する俳優となる。1990年代後半からは、日本のドラマや CM にも出演し、顔を知られるようになる。日本の芸能界デビューは、聖夜の奇跡で台湾からの留学生役として出演した。神様、もう少しだけが大ヒットしたことにより、日本で爆発的な知名度を得ることになった。日本では、 アミューズに所属していた。現在は香港、中国、台湾、日本など各地で放映される映画やテレビ番組、CM でそれぞれの国の言語を操って出演する姿を見ることができる。活躍の場はアジア地域にとどまらず、1998年にアジア人として初めてプラダのワールドキャラクターになった。これはミウッチャプラダが 天使の涙での近情を見て気に入ったためとのことである。2004年に出演したチャン・イーモー監督作品ラバーズはアメリカのゴールデングローブ賞外国語映画賞にノミネートされた。2008年6月20日サッカー選手のカカや、デビット・ベッカムに続いてアジア人としては初のエンポリオ・アルマーニの広告等に起用された。ドブランドは起用理由について 彼はアジアの著名スターとしてアジアだけでなく、欧米でも長が通っており、人気がある。軽やかな印象は、非常に近代的で洗練されていると同時に、天性の魅力を持っている。彼の人柄と美貌は完璧に、エンポリオ・アルマーニに調和するため、彼はエンポリオ・アルマーニコレクションには最高の男であり、また理想的な広告塔だとコメントし、近所を絶賛している。 契約料は約1億1000万円と言われており、中華圏市場に注力している同ブランドでは、中国だけで2008年中に13店舗の出店を計画している。2008年10月30日、台湾のアカデミー賞といわれる第45回金馬、進むで優れた台湾映画人に贈られる年度台湾傑出伝英工作者部門にノミネートされたが、 エントリーの手続き中に失格となり7時間後に受賞資格を剥奪された。日本人の父と台湾人の母の間に生まれたが日本国籍を持っていることが理由になった。これにより海角7号君を思う国境の南の監督義特性と照明デザイナーの李リが同賞の候補として残り義特性が受賞した。2018年6月25日 アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは、近所ら928人を新たな会員候補として選定、本人が受諾すれば、アカデミー賞に投票権を持つことになる。ふとじは、主演を示す。ありがとうございます。